はい、さあ続いては火曜日の顔、かよさんのシャレトンシャーです。かよは火曜日、山本かよのシャレトンシャー、のっけからガツンといきますよ。皆さん覚悟しておいてください、メールいただいたんですよ。偶然入った博多駅近くの鉄板焼きのお店が美味しかったので紹介します。博多区博多駅前で視聴者のメール情報から始まったシャレトンシャー、実はここにテレビ初公開、激うまで豪快なお好み焼きがあったんです。しかも半額、特典付き。3種のチーズとトマトの生パスタのお好み焼きだったかな何より店長がイケメンで気さくないい感じの人でした。いきますもうイケメンと聞けば、お、ここだ。わ、ここはちょっと勢いありますね。すごいよこれ、気合入ってます。いや、ここの鉄板焼きがめちゃくちゃ美味しいって。シャレトンシャーなんですけど、今から店入っていいですか。あ、どうぞ。店長はどなたですか。はい、ですね、メールは店長イケメンって書いてあって笑われてますけど、よく言われますでも気さくな感じなんで、はい、よく言われます、ね、OK です爆笑ですね笑いすぎて、キャナルシティからもすぐ。これがテレビ初公開の鉄板お好み焼きのお店、鉄板ガヤ。今月がちょうど1